はーい、どうも、ヤマトだよ。今日はね、オーバーフラッシャーデコを使ってやっていきたいと思います。今回のオーバーフラッシャーデコ新武器で、サブがスプリンクラー、スペシャルは9番分でめちゃくちゃ塗れる武器。で、ちょっと今日はね、このオーバーフラッシャーデコがメインじゃなくて、メイン性のアップを積んだオーバーフラッシャーがメインの動画となっています。で、オーバーフラッシャーにメイン性のアップを積むと、塗り性能がアップするということで、ちょっと、つけてない状態と、つけてる時で比べてみたいと思います。まずはつけてない時。つけてない時はこんな感じ。で、次、メイン性能アップ、メインギア1個分つけた時。やばくないか？メイン性能1個で、この違いだで。次、メイン性能アップギア、メイン2個分積んだ時。やばい！これね、お風呂やばい強いと思う、これ。超濡れる。今までちょっと弱体化食らって、なんだろう、お風呂使うと少なくなったけど、メイン性のアップギアの恩恵受けてる。かなり、他の武器よりもかなり受けてると思う。じゃあ最後、メイン性のアップ、メインギア、3つ分つけた武器。やーべえ超濡れすぎじゃねえか、これ。はい、ってことで今回は、メイン性のアップギア、メイン3個分積んで、オーバーフラッシャーデコでやっていきたいと思います。それでやっていこう。はい、マッチングいたしました！ビーバスパークな！縄張りバトル！よし、やっていくぞ。さあ、ビーバスパーク変わったな、縄張りバトルかなり。ガチマッチのビーバスパークはそこまで変わってなかったけど、今回は、ビーバスパークより、このオーバーブロッシャーのメイン性能の塗りを見せていきたいからな。このメイン性のアップを積んだね。やばい！超塗れる！やばい！やばい、塗れすぎてビビる。しかもこのスペシャルはオーバーブロッシャーでかあれだからね。やばいやばい相手メイン性のアップの危ねえメイン性の、いやバカ野郎キューバも見えねえよ。敵の寿司がメイン性のアップのジャンプ打ちで思いっきりやりに来ようとして笑う。怖い怖い怖い。いや、だいぶ環境変わるぞ、これメイン性のアップで。やーべえ、これ。さあ、ちょっと開幕やられちゃったけど。まあ、こっから行きましょうか。ちょっと行くぞ。さあ、このオーバーフロッシャーの、とりあえず、打っとけ戦法と、ちょっと待ってて。お前、やんのか、おい。おい、やっていく。ちょっと、どうだ、どうだ、これ。これ、ちょっとまずいか。でも、敵が塗ってくれた方が、あれなんで、塗り替えがあるってもんなんで、ナイス、オッケー。しっかりとやっていくさ、オッケー。打開は完了。ちょっと敵がちょっと強い方がね、塗れるんでね、やっぱ。押し返してくれるんで。ちょっと怖いな。どうするこれ。さあ、やるか、これ。オッケー、やった。さあ、ナイス。オッケー、オッケー、オッケー。さあ、ここでしっかりと敵がジェットパックを打ってくるかと。ここでちょっとスプリンクラー置いて、さあ、やっていく。いや、お風呂強え、普通に。お風呂普通に強くねえか。さあ、センサーがついて。さあ、敵がどこにいるのこれ。オーケー、やっていく。怖い。言うて、あのお風呂もさ。やれるか。やべ、後ろにボムある。めんどくせえ。やれねえかな。やばい、これちょっと引くか。さすがにちょっとじじい。あぶねえ。味方やられて。やったけど。他のやつにやられそう。ちょっとピンチやな、これ。助けて！ナイス！オッケー、味方やってくれた。オッケーオッケー。オッケーオッケー。さあ、頑張れ頑張れ。俺は最後塗りたくる、ティンタクルしていって、うらー、最後塗るー。どうだこれ、最後超塗ったぞこれ。めちゃくそ塗ったぞ。ビーバスパークってそんな塗れないステージだったけど、これ勝ったでしょ。最後、最後の押し返し塗り、さあ、しっかりと勝っていくー。やばい、縄張りバトルめっちゃ楽しい。こんだけ塗れるとめちゃくちゃ楽しい、縄張りバトル。やべえ、塗りすぎー！ナナナナイスー。
はい、マッチングとしましたもずく農園は終わりバトルよっしゃっていくぞ。いやもう害悪すぎるだろこれ、濡れすぎて害悪、本当にお風呂もともと結構害悪武器だったけど、さらに粘性のアップを積むことによってとんでもない塗りを得てしまってね。いやこれ本当に濡れすぎだと思うけどな、これちょっと、これ大丈夫かって思うけどな俺。さあ1枚やったぞラッキー。さあ9番もピッチャーちょっと壁塗って、その壁塗りにくいからね、オーバーフロッシャー。オーバーフロッシャーこういうところから敵陣地も塗れるから、さあナイスも押してって、さあポケットもいて、オーケー、さあ行くぞ、ガンガンいっちゃうよ、つえそしてこの強さ、いるのこれやれるか、やばい、そりゃまずい、やばい、これ死んじゃうか、いやー OK、 相手持っていく、あっけー、なんとかギリギリ相手を持っていく、やべー、もう705ポイント塗ってるやばくね、もう705ポイントって相当やばいぞこれ、下手すりゃ頑張れば2000ポイント塗れるんじゃね、頑張れば2000ポイント塗れるかもしれない。いや、2000ポイントはきついな。なんかいるんだ。これやられたら俺、ちょっともう無理なんで、ちょっと。ちょっとさすがに、あれだな。OK、味方やってくれる。さあ、9番もピッチャーだからな。その点も考えると。よし、やった。OK、OK。そこいうの分かってるんだ。当たんねえか。やれ、どこにいるのこれ、どこにいるのは分かってんだけど、やばい、いやそれは死ぬ、挟まれた、うーん、ちゃんちゃ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 、これあれ9番もピッチャーで貯めるムーブでよかったな。まあこういうところはちょっとスプリンクラーに塗り任せて、まだいける、まだいける、敵に幼稚してるからいける。オッケー、とりあえず耐えて、それやってくれたらでっかいぞと。オッケー、ナイス、でかい、これ。オッケー、やった。やばい。さあ、塗りまくれー、塗りまくれ、塗りまくれ、やばい、濡れすぎじゃね、何ポイント塗った、いやこれデスしなきゃもっと濡れてたな、いや最後の塗り返しやばすぎ。 OK、 77ナイス、濡れすぎてびっくりしちゃうやつやべえ、超塗った超塗った、もう切るより塗り、1491ポイント、あもうちょっとで1500ポイント塗ってたな、やばいな、これ。はい、マッチングいたしました。ビーバスパークの、ダブルバトルよっしゃ、っていくぞ。3戦目はちょっと、あれ、塗りポイントを1500ポイント目指してやっていきたいけど、まあ、1500ポイントとか結構噛み合わないときついな。めちゃくちゃ噛み合えば2000ポイントもいけると思う、これは。ほんとはね、メイン効率アップとかも積んだ方が多分塗れると思うんだけど、まあいいでしょう。さあ、インク回復と、さあ、やれないか。さあ、やりたかったけど、さあ、敵が、敵の寿司多分めちゃくちゃジャンプ打ちしてくると思うから。どこいんのこれ。さあ、タワー取ってよいか、これ。あ、いるな。近くにいるけど、どこいるかわからないから。ここら辺。ここ。あー、違った。さあ、これちょっと怖いな、タワー見られてそうだけど、これやった、オッケー、オッケー、イエーイ、3枚やった、3枚やった、オッケー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 、ちょっと最後着地狩りミスった、
よし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 。これ塗りポイント稼いだぞ。キルしても、あれ、塗りポイント稼げるから、わーってなって。よしよしよし。塗りポイントを稼いでいくぞ、しっかりと。さあ、スプリンクラーでもしっかりと塗りポイントを稼いでいきたい。なかなか壊されないような位置にスプリンクラー投げて、地道に、稼ぐとかの、あれ、こういうところだね。さあ、ちょっと塗りポイント稼ぎたいけど、味方が強いから、あ、これ、やりたいけどね、オッケー。やったやった、OK、強い。強いです。さあ、私は塗りポイントを稼ぐためにこちらへ旅立ちますよ。とりあえず、ここを塗ってですな。様子見て、しっかりね、クライミングしてから、あれ、塗りに行かないと。やられちゃった。中央塗られてる。さ、中央の塗り返しは、これ一回ね、この自陣に、敵陣地塗ってから行く。で、最後は、後ろからこれ、攻め立てる。待って、後ろいた、マジか、見てたか。やられたー。でも、敵陣はめちゃくちゃ塗ったと。さあ、1200ポイント塗ってる。さあ、1500ポイント塗れるか、これ。もう負けてもいい、負けてもいいから1500ポイント塗ったる。負けてもいいぞ、俺は。負けてもいいから1500ポイント塗ったるからな。いや、今、一定数しなきゃいけたなぁ、1500ポイント。いや、でもまだ、まだまだ、ちょっと、敵も強いて、負けてもいいから1500ポイント。あ、無理か、1500ポイント。きつそうだな、1500ポイント。オッケー、オッケー。さ、最後。さ、1003。ほら、塗った。お前、無視。うろ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 う。どうだ!1500 ポイント塗れたんじゃね。しかも試合にも勝利してきたんじゃない?これ。あ、これ勝ったでしょ?勝ってプラス。いや、微妙!負けたかもしれん。ふっ!うわ、負けたー!めちゃくちゃ塗ったのに 0.5% 差ー!くっそー!何ポイント?うわー!あとちょっとで1500ポイントだった。まあ、こんな感じでね、オーバーフラッシュデコめちゃくちゃ塗れます。はい、ってことで、オーバーフラッシュデコね、メイン性のアップするととんでもなく塗れるんで、皆さんも使ってみてください。それでは最後まで見てくれてありがとう。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね、バイバイ。